まあこんな感じと。経験値も入んだな、ちょっとだけ。お、バトルしていくか。はいどーん、はいどーん。まあこの辺のはレベルがまだまだそんな高くないな。レベル一桁だったもんな。あれは取っとこうかな。あっちにもある。あー、くそ、登れない。あー、やべえ、引っかかった。逃げろ逃げろー。ん、メリープか。まあとりあえず向かってきますけど、なんだミニーブか。まあ、とりあえず道なりに行けばすぐ町に入れるから。待って、ここの、ジムなんだ？虫か。セルクルジム。カエデ。別名、お菓子の虫。虫タイプの使い手、初めてのジムにおすすめ。虫ポケモンをモチーフにした洋菓子を作るパティシエ。普段は穏やかだが、勝負中は少し好戦的になる。パティシエなのか。基本的にジムの人って何かしら別の職業があるんだよね、本業が。前のジムの人もアーティストだったもんね。あー、あそこになんか、テラスポケモンいるね。あ、バトルか。やっとくか。少しずつでも経験値は取っておきたいしな。はい、ドン。こいつバトル前にパルデア10系がどうのって言ってたけど、録画外で1個行ったんだよな。島の南の下の方。南の下の方？南東の方になんか海岸があって、そこはパルデア10系の一つみたいな看板があったんだよな。とりあえず休むか。なんか声聞こえるな。何の声だこれ。これくらいいる？コインみたいな音するけど。あ、いたわ。待って、ピンプク。ピンプクって経験値美味しいか？でもレベル低いな。ラッキーは経験値美味しいけど、まあ微妙だな。ラッキーとかハピナスって経験値美味しいイメージなんだよな。まあ実際ラッキーは経験値美味しかったけど。これくらいいるな。独特の鳴き声してるからわかるんだよな。さあ、光ってるな。その前にこの、これ、これどっち？若者？あ、60歳だった。はい、どーん。まあ、なんだ。そういう人もいるだろうな。ディグだ。何のテラスタフ？何これ？地面？地面か岩だろうな。バークアウト。岩石封じは岩だったから。あ、岩か。今のエフェクトが出るってことは岩だろう。待てよ。まあでもディグダは初めてだから捕まえるか。てか、いろんなボール持ってんな。オッケー。
まあこの辺はまだレベル低い方だな。学校周辺はレベル低いのかもな。地下1メートルくらいを掘り進み、木の根っこなどをかじって生きる。たまに地上に顔を出す。これたまにで出てる時なのか。どうこう、行こう。まあ、この辺は道なり別に。あー、ディグだ。小さくて見えなーい。レイドあるな。なんだこの水っぽい鳴き声。ミニーブか。これ何？ピチューか。これ何？何のテラストルだ？ちょ、被って見えんけど、鋼かなんかか？ん？岩か？でも相性良くねえな。待って、鋼か？いや、鋼なら相性がいいか。ギャー。うん、普通にすぐ終わっちゃったね。一応投げとくか。多分岩だよね。炎の威力、効果があんま意味ないっぽいので、さっきのディグダと一緒、ディグダと一緒でしょ。だから多分岩だな。はい、オッケー。まあまだまだレベル1のやつだからそんなに強くねえわな。ピチュー。電気を溜め込むのが下手。何らかのショックを受けるとすぐに放電する。いっぱい捕まえてってるからな。さあ、もう待ちだね。とりあえずはまあ、センター寄って、回復を挟んだらジムにもう行ってもいいのかな。どうも。あんたは何人だ？ 5 人か。南2番がどのぐらいのエリアなんだろう。この辺かな？うん、まあいいけど。これが鋼か。多分。これ岩だね。じゃあ。この辺が南2番でまだトレーナーが何人かいると。まあいいけど。じゃあジムもいきなりやろうかな。ここはなんか、お店が多い印象はパッと見あるな。でもそこまで栄えてるというか田舎っぽいな。あ、ここでバトルするんだな。そうでしょう。なんかこれも洋菓子店っぽいな。じゃあジム行くか。虫だから相性はいい。相性いいよね。虫はなんだっけ、エスパーに対しては強いはずなんだけど。夜だけどいいかな。でも何かまたミッション与えられるでしょ。ああ、ネモだ。また先回り。ラッキア。また同じジムでばったりなんてすっごい偶然だ。奇遇だね。お前張ってんだろ。ほんと偶然。怪しいもんだな。勝負したくて先回りしてるとかじゃないからね。嘘じゃないよ。その職に今回は勝負しないんだから。本当はやりたいけど。ラッキアのポケモン、この前より強くなってる。
あとはこれさえあれば準備はバッチリだよ。なんかくれた。あ、PP エイド。3個もくれた。バケモン20匹くらい鍛えながら応援してるね。とんでもねえ鍛え方するな。何こいつ。これ何？なんだろう、スズムシ的なやつかな。ようこそセルクルジムへ。挑戦者のお名前を登録します。ラキアさんですね。うむ。当ジムリーダー楓と勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。セルクルジムのジムテストはオリーブ転がし。ほう。オリーブの産地セルクルでは昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。オリーブを模した玉を転がしてゴールまで運べればジムテストクリア。翌年は多くのオリーブが取れますよ。詳しいルールは会場にいるスタッフまでお尋ねくださいね。オリーブ転がしの会場は町の北の方にありますよ。場所をマップに登録しておきますね。ああ、オリーブ転がし。あ、これジム認定証かなんかなのかな。まあいいか。具体的には多分大玉転がしなんだろうけど、それはプレイヤーが転がすのかポケモンが転がすのか。町の北だっつってたな。ああ、そこか。ちょっと行った先を脇道それる感じって書いてあったな。ここか。あれ？違う、ずれた。あっちだ。何これ？え？サッカーみたいなことするってこと？これ。オリーブ転がし会場へようこそ。ジムテストオリーブ転がしは、巨大なオリーブ玉に体ごとぶつかって転がしていく体力勝負。いくつもの障害を乗り越えてゴールの過去にオリーブ玉を入れることができたらクリアです。楕円のラグビーボールみたいなのを転がすってことでいいんだろうな。それではジムテストのオリーブ転がし、やるやるやる。かしこまりました。豊作を願ってしっかり転がしてくださいね。なんか、障害があるって言ってたけど。ああ、そういう風になってんのか。時間は特に指定されてない感じかな。ジムテストオリーブ転がしに挑戦。時間は特に出ないか。あそこに人がいるってことは、あれはトレーナーかなんかか。どう？どりゃ！物理演算を使ったような感じなのか。ところどころにミニーブがいるけどさ。ああ、トレーナーいるんだな。トレーナーは別にかわしてもいけるっぽいな、この感じ。でも、挑みに行くか。ああ、吹っ飛んだ。てか、この斜めの板使えばさ、ショートカットできんじゃね？こうやって。戦ってこ。戦いなのかな？あ、戦いだわ。別にあんたと戦わなくてもいい気もするけどな。焼け！別にそこの俺斜めの板使えば簡単にいけそうなんだけどな。結構戻ってる。ここからいけないの俺は。いけんじゃん。他にはトレーナーいない？はい。一応やっぱ避けて通ることはできるっぽいな。この板使ったらあっち側にボール運べるんじゃないか。別に避けてもいいけど。あー！お前が行くんかーい！焼け！コテンパンのコンパンにしてやる！まさかボールが壁越えていくとは思わなかったな。あの斜めのスロープ限定かと思ったら普通にジャンプで飛び越えていけなかったからな。あっちに取りに行かなきゃいけなくなったわ。障害っつってもそんなでもなかったな。ちょっとこいつの挙動にやられたけど。えいえい
えい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 。中なんか入ってんのかこいつ。なんかミニブ的な声聞こえるんだけど。あ、上にいたのか。ミニブすっごい水っぽい声してるな。べちょべちょしてるわ。オイルが詰まってんのかな、喉に。まあ、とりあえずジムテストクリアだから挑戦権得られるんだけど、めっちゃ夜なんだけどいいかな。ラキアさんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です。おめでとうございます。ジムテストの結果を受付までご報告ください。あ、日の出だ。なんかここプリンとかめっちゃいるな。偶然？さてと、邪魔だ、どけい。日の出始めたから、まあバトルが、バトルというか、まあバトルもだけど見やすくなるな。うーん、しバトルやりたいんだけど。お、剣でくれたな。お菓子の虫、ジムリーダー改善に挑みますか？挑む。うん、お菓子の虫って、テラスタルは何だろう？普通に虫か？めっちゃ相性いいな。両方を、あれだな、西も東も俺と相性のいいジムなんだな。ああ、なんだっけ、ビビオンだっけ？色だったっけ、姿が24種類とかそんな感じであるやつ。ビビオンちゃん、ターンと召し上がれ。ビヨンド超えてやるって。あらあら、素敵なトレーナーさん。オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとね。最後詰まってたけどね。あら、自己紹介がまだだったかしら。パティスリー、ムクロジ、店長の楓です。あらら、今はスルクルジムのシフトだったわ。シフトっていう感じなの？ま、兼業なんだろうけど、パティシエの方が本業扱いなのかな？いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。普段お菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。やっぱそうだね。口に入れて幸せなお菓子も、草木に潜む虫ポケモンも、小さいけれど大きな力は持ってます。足を救われないよう踏ん張ってくださいね。ジムリーダーの楓が勝負を仕掛けてきた。豆バッタ、あ、バッタなのか普通に。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかもですよ。いや、大丈夫っす。レベル差あるね。またこいつだけで勝っちゃうな。タマンチュラ、まあそのままだね。ほらほら、焼け焼け。ガジラ特殊系なんだよね、攻撃とかステータスが。特殊が今高いので、焼き尽くすは相性がいい。ヒメグマ？いや、でも多分虫のテラスタラなんだろうな。なかなかやりますね。こっからどう転がしましょうか。まあ、あえて出すってことはそうだろう。じゃあ俺もやりまーす。うん、なんだろうな、砂糖というかお菓子に集まる虫っていうのが、虫タイプを選ばされてるって感じがあるな。サナギを破ります。破り大きく強く大きく育ちましょう。
まあここのジムも盤面見えてないってことは確実ですね。やっぱ虫だね。盤面見えてますか。まあ相手が NPC である以上やらないといけないってことなんだろうけど、これはちょっと残念だな。相性が良すぎた。相手何もしてないな。結局レベルが高かったからこっちの方が早いしな。勝ち。活躍の機会がなかったな。私のポケモンたちみんな虫の息です。うん、まあ本当に多分お菓子にたかる虫みたいなイメージなんだな。新たな強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証としてジムバッジを差し上げます。楓特製手作りケーキも一緒にターンと召し上がれ。え、ケーキくれんの？あ、普通に食うのね。虫バッジ、やっぱここが店なんだな。ジムバッジを2つお持ちならレベル30までのポケモンは捕まえやすくなる、いうことも聞きますよ。すごい食べっぷりだったのでデザートに技マシンもどうかしら。何の技くれんの？飛びつく？虫技なんだろうけど、相手に飛びついて攻撃する。相手の素早さを下げる。冒険途中で手に入れた技マシンは技マシンマシンで作れるようになりますからね。これからあなたの進む道が甘く優しくありますように。それではまたお会いしましょう。まあ最初のジムだからな、手応えがあんまなかったな。相性も良かったし。おっと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 、あなたが噂のラキア君ですかね。ネモ君から期待の新人がいると聞いてますとも。急に話しかけて驚かせてしまいましたか。先生でしょ。八作。小生は八作。あ、先生じゃなかったっけ。でも四天王なんだ。兼任か。ポケモンリーグ四天王が一人。アカデミーでは美術を担当していますね。あ、やっぱ先生だよね。ラキア君はどうしてジムバッジを集め、チャンピオンを目指しているのです。そこにあるから。うん、そこにあるから。お答えありがとうございます。いや、正解などありません。すべての道がパルデアの大穴に繋がっていると言われてますのでね。ローマに通ずるみたいな。あなたのご友人ネモ君はパルデア史上最年少のチャンピオン。もしかするとあなたも彼女と同じ可能性を秘めているやもしれませんね。まああいつは戦闘狂だしな。戦闘民族であり戦闘狂だ。チャンピオンランクを目指すならいずれ小生とも戦うことになります。負けて後悔なきよう今のうち励むと良いでしょう。小生が受け持つ美術の授業もぜひ、受講してくださいですよ。美術受けれんの？美術は受けてなかったはずだけど。初めて会うもんな。雨降ってるー。あ、美術受けられる。あ、言語学と美術が受けられるって書いてある。なんか出会うと受けられるようになるのか。次はまあここのチャンピオンルートだけどさ、どう行くのがいいんだ。ルート的にはここから行くのが正解かもしんねえな。じゃあここのポケモンセンター目指していくから、とりあえず道なりで行くか。道なりに駆け抜けてこう。